半死脳均衡は死脳金門に属し、古実体を作らない特徴でまとめられた群として提唱され、出荷公募が含まれた。ただし現在では使われていない。以下にあるのは過去の話である。新しい情報については最後を参照のこと。死脳金門に含まれる菌類は、接合の後に減数分裂によって内生胞子を形成する。 この胞子を含むものを死脳というが、ほとんどの死脳菌は、個実体を形成してその中に、これを作る。しかし、個実体を作らず露出した死脳を作るものもあり、これをこの半死脳菌という。これに含まれるものは、酵母が多く、死状菌であっても、酵母に近い性質を持つものも多い。酵母の場合、細胞の接合によって、複層の細胞が形成され、その内部で、 減数分裂を生じ、その細胞がそのまま死脳となる。死上菌の場合、菌死の一部で接合が起こり、やはり接合した細胞が死脳に変わる。また、それ以外の死脳菌では死脳には4個か8個の死脳胞子が一列に並ぶのが普通であるが、その点でも例外が多い。そのような観点から、死脳菌類中では原始的な群であると考えられていた。 現在の体系でも、ここに所属させたものの多くは主要な軍から分けられ、やはり原始的なものが含まれていると考えられている。なお、すべての公募がこの軍に所属するわけではなく、端子金系の公募などもある。古典的には、以下のような分類が採用された。以下は、金類図鑑によるものである。ここからの変更としては、以下のような例がある。岩月、マダラ監修における、 この類の分類表の例を挙げる。半死の菌庫ヘメアスコマイセッツ以上が20世紀末までの話であるが、分子系統の発展によって死の菌類の分類体系は大きく変わった。現在では、質学応募類はサッカロミケスアモンにまとめられ、個性死の菌類に移動したものはタフリナ菌アモンなどにまとまられている。ありがとうございます。